はい、こんばんは、アーチェでございます。今ですね、20時42分です。いやー、いい風呂でした。どこかはっきり場所わかんないですけど、まあその目的地の高江さんの目的地の近所です。ユラブっていうね、クラブ、漢字のクラブっていう漢字の空の部分をお湯の湯に変えてユラブっていうとこで、なんかね、途中栃木だったり群馬だったりしてたので、ここがどっちなのか全然わかりません。ただ目的地が近いから栃木なんでしょうかね。で、他に何かねあるかなと思って調べたらなかったんで、もう高江さんだけ、まあまあもし近くに何かあったとしてももう行けないとね、例えば横浜とか行けないからね。でパッと見てるとね、リスト見てると福岡にリバーヒルソフトさんがあるんですよね。ねえ、これを忘れてたんですよね。でもね、前回のそのシステムソフトさんの時にね、もう一軒行っていいって言ったらね、神さんに成敗されそうな勢いだった、勢いというか神さんに成敗されそうな気がしたんで、まあ一軒で済ましましたけど、じゃあ行きましょうか。いやー、いい湯でした。値段は670円でね、ちょっと高いかなと思ったんですけど、まあスーパー銭湯ですね。スーパー銭湯の、銭湯で入ってきたという感じです。で、いや、温泉良かったですよ。風呂自体めちゃくちゃ良かったです。いやー、ほんとね、うん。もう言うことなしでした。だからもう疲れ取れましたね。まあ今日だけで670円なので、今日だけで1270円風呂代で飛びましたね。いや、なかなか飛んだんですけど、その分、晩ご飯、120何本のおにぎり2つにしました。で、明日の朝ごはん、小倉あんぱんがちっこいの4つ、5つで100円切ってるはず。これでなんとか賄えるかなと思います。じゃあね、向かいましょう。いやいや、なんかね、目が冴えちゃいました。あれ、これ左行けっての?左行くのね。車来ちゃった。ちょっともうね、ほんとね、ビビっちゃってんだよね、私ね。よいしょ、じゃあ行きましょうか。右に行けって言うかなと思ったんですよね。右から入ってきたんで左に行けって言われました。ここからちょっと離れてますね。なんかすんごい、ほらほら、やっぱり間違えてる。南東に進みます。グーグル先生、間違えてんじゃない、あなた。もうおよそ300メートル先、左方向です。でもグーグル先生すごいですよね。あのイオンとか、ここもその でっかいアミューズメント、なんていうんでしょうね、これ。スパディアム、スタジアムとスパをかけてスパジアムっていうなんか書いてたりとかね。何言ってんだいって思うんでしょうけどねえ、あのそんな感じがある。もうむちゃくちゃでかいです。あ、そうそう、で話は戻しますわ、ね、また飛びそうになったんで。もう敷地の中でも、あのね、そういう商業施設の敷地の中でも、あのちゃんとナビしてくれるのがすごいですね。もう本当、あのもう今までのナビゲーションシステムを作ってたところがね、どんどん売却が撤退するのが分かります。もうね、いやー、ほんとこれガーバに金が集まってるっていうのはね、もうどうしようもないですね。その先、直進です。で、日本も負けじとって言ってますけどね、ちょっと厳しいでしょうね。まずね、もう日本語がどう見ても今のコンピューターに合ってない。直進です。やるんだったら逆に日本語 OS を作った方がいいのかもわかんない。日本語で動いてる方ですね。で、日本語で動く言語独自の文字コード作ってね。でも文字コードは独自じゃなくてもいいか。ただ私ね、日本語で一回組んだことあるんです。一部日本語で組めるんで、一部日本語で組んだことあるんですけど、すんごい変な感じしますよね。しかも漢字使いましたからね、私ね。それでも動くんだって、逆にね、動かないだろうと思ってたら動いたらびっくりしたんでね、動くんだっていう感じ。
ランチまではね言いませんが、ただね、私がこれ教えてもらったのか自分で調べたのかちょっと覚えてないです。今すぐ思い出せないんでごめんなさい。教えてもらったのか何でしたらありがとうございます。バンチーまでしかないんですが、どうも Google 先生が他の候補ポポポポって出してきたのでは、号数までありそうな感じなので、ひょっとしたらある一角だけにやってしまうかもしれないですね。まあ、ここのどこかにあったんだなというぐらいで終わってしまうかもしれません。もうね、あとね8分ほどで着きますので、さあこれもね皆さんのコメントいただければ、これ幸いでございます。いやあ、これ右折レーンだね、これ右折レーンだね。よいしょ、ね、これ前の車群馬ナンバーなんですけど、右隣の車は栃木ナンバーなんですよね。栃木ってひらがななんですね、ナンバープレートは。埼玉は普通に埼玉に変わったのか、埼玉市か、あれひらがなになったのね。県は相変わらず漢字なんでしょうかね。さあ行きましょう。なかなかやっぱりでっかい露天風呂がありましたね。でもね、私が入ってる今はね小雨降ってるんですけど、私が入ってる時は小雨が降らなければ、およそ200メートル先左方向です。小雨も降らなければ、もう曇ってるんで星さえも見えないっていうね。ただやっぱりスーパー銭湯だけあって、もう市街地に構えてるスーパー銭湯だけあって、左方向です。この信号ね、すごかったですよ。もう露天風呂はもう大したもんです。で止まれ、行っちゃった。危ないね。でもこれは仕方ないやね。いや、ダメって私は左にこれ曲がりましょう。いやこれもね、工事車両待ってんのか、そういうことなんだね。いやもうなんだろう、ユーロトラックやってからかな、こういう場面に遭遇したらねワクワクしちゃうよね。もう昔だったらねイライラーとしたと思うんですけど、今は本当に丸くなりました。まあ、人間としては丸くなりますよね。あら違う一般車が出てきたぞでもこれどうなんでしょうね、警察以外この信号無視させても、警察以外信号無視させても、これでもし事故った場合は責任取ってくれないんだよね確かね。およそ400メートル先左方向です。え、どれ、ちょっと待って私わかんないこれ多分間違えたよ。あ、合ってんの、今の上がっていいの、いやいやこれ私間違えたわいや合ってんのこれ、わかんないんだけど、あんなの工事聞いてみようかな。あ、左、右はダメなのね。あ、聞いてみようと思ったんだけど、あっち聞いて言われましたね。南西に進みます、その先東に進みます、いやその先右方向です。ほらほら、右方向です、その先右方向です。あ、ごめんね、ここでおよそ200東に進みますあ、よかった、ググル先生、違う回路探してくれた。およそ400メートル先、大きく左方向です。無視したら違う方法教えてくれました。あんなん分かんない、あんなん工事現場に見えるんでね、行っていいのか分かんないよね。私、現地の人じゃないんで驚いちゃった。もうで、これを、これ行くの、間違えたんだから仕方がないよね。まあ、太鼓来ないと思うんですけどね、この時間だったって言ったら来るのかな。でこれめちゃくちゃ鋭角に曲がらないといけないんで、この上のね、8分でつけるとさっき5分ぐらい前に言ってたんだけど、今あと7分になってますようーわ
速道からめり込む感じか。これめちゃくちゃ大きくって言われても、いやこんな無理じゃない、こんな絶対無理だわ、こんな回れないよ、回れんの、いや回れないよね、おい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 、ちょっとぶつけたら嫌だよこんなの。おお、車が来ちゃった。およそ 200m 先右方向です。はい、あーびっくりしちゃった、もう本当にもう知らない土地だからね、もう分かんない勝手が。右方向です。新までぬくもったわ、結構長いこと入ったんでね、やっぱり、あああのまま過ぎたらここに来たんだ、あの明かり見えるね工事のね、あんだそんなの分かんないやないのって思うんですけど、まあそれは仕方がないわね。およそ 800m 先左方向です。でね、まあ体の芯までぬくもってめちゃくちゃいい感じなんですね。もう、まあ、私も年食ったね、さっきね、あの地下の湯で44度で暑い、でも44度入ってましたからね、私ね、で暑いと思っとったら、ね、さっきのところが41度のお湯で、うん普通だねっていう感じで、もう露天なんか行った時ぬるぬるでしたからね、やっぱ年食ったんでしょうね。あのもうここ何年前だろう、もう10年ぐらい前からね、暑いお茶が好きになりましたね。もうほんと回転寿司とか行ったらね、もう熱いお茶入れるんで、あの熱いお茶が大好きでね。であれなんですよ、なんて言うんです、またね、私ね薄いお茶が好きなんですよ。だからね、回転寿司行ってね、お茶の粉入れるじゃないですか、お茶の粉を入れてね3杯4杯ぐらい飲むんですよ。もうお湯足してね、もう最初の一杯はね濃いっていう感じなんですけど、2杯目3杯目ぐらいになるとね、もう白湯なのかお茶なのかみたいな感じのね、ああいう薄いお茶が好きなの。もうほんとね、左方向です。どこ、その先右方向です。左だって、うわこんな裏道入れさせんのあなた、クワグル先生もやめてよ。右方向です。夜中だったら幹線通った方がいいんじゃないので、そのね、熱いお茶飲むとね、もうほんとね、めっちゃ狭いんですけど、これほんと入っていくの、もうやめて。およそ 200m 先左方向です。これね、もう目的地すぐそこって言うんだったら分かるんですけど、目的地まだありますからね、まだ 2-3km 2キロぐらいありますよこれ。あーでね、やっぱり年食ってね、熱いお茶とかね、そういうのやっぱね、年食ったんでしょうね、もう日に日におじいちゃんになっていってるような感じがね、本当だからね、もう眠るように死にたいです。痛いとか死ぬね。あともうなんかね、もううちの親父さん見てるとね、左方向です。やっぱりね、さらにやっぱりボケてはないんですけど、やっぱ物忘れが激しいよと、あと、やっぱり会話してるとね、頭カチンコチンになってるんで、もう私の話聞いてくれなくなってるんでね。およそ 200m 先右方向です。私もあんな感じになっちゃうのかなとか思うと、もうね、もうあと10年ぐらいで行ってもいいんじゃないのかなってね、眠るようにね思うんですよね。まあ親にはね、親より先に子供が死ぬっていうのは親不幸だよって言われたんで、あ、まあその通りですよと、ただ本当ね、およそ 600m 先右方向です。地方省が入った人を見たりしてるんでね、もうああいうの見たらね、だからまあ地方省じゃないですけど、富士の病とかになった若い子がね、海外であったんですけど、そのアメリカのね、アメリカの一部の州では安楽死が認められているので、そこに引っ越してっていう、国境またいで引っ越したのかな、ちょっと忘れましたけどね。いやー本当ね、安楽死っていうのは倫理的にって言われるのかもしれないですけど、本当絶望に追い込まれてる人、こんなら救えるのって話になりますもんね。でも救わないんですよね本当私思うんだけど、救
救えないかもしれないし、救わないでしょ、ね、えでも死んじゃダメだっていう、それもかわいそうだね、思っちゃうんだけどね。そらね、左方向です、北西に進みます。ね、およそ 200m 先、ね、大きく右方向です。あ、私間違えちゃった、何通り過ぎちゃったみたい、喋ってたら。大きく右方向です。U ターンしろって言われてますね。どっか U ターンしましょう。違うわ、こんなの曲がれか、今の正解の道なのか。北西に進みます。いや、いいですよ、その先き大きく左方向です、大きく左方向です、その先右方向です。あ、これだね、右方向です、その先、右方向です。ごめんなさいね。で、あのね、何の話しましたっけ。ああ、うんうん、あのバブルの時ね、結局バブルで、ね、右方向です、その先、日本が湧いてた時にも確かね、あのバブルで本当ね、あれ大丈夫これ、私バブルで湧いた時にもね、あの自殺が流行ったんですよね。私がね、確かね、中学校ぐらい右方向ですの時に自殺が流行って、結構若い子が自殺してましたもんね。新聞にね、飛び降りる瞬間とか載ってるのは思いましたからね。およそ 500m 先、左方向です。確かに、ひょっとしたらその時に岡田由紀子さんもあったのかもわかんないね。あれもなんかね、今じゃ信じられないんですけど、ね、当時の写真が乗ったって言ってましたからね。あ、これは下でいいのか、さっき上に登らないといけないのかなと思ったんですけどね、大きくって言ってたんで。あ、どっちでもいいのか、あ、私と道間違えてたんだね。これを左って言われたのは、あの結局合流するんですよ、この下と上で。あ、私が道間違えたんだね、話に夢中になりすぎちゃって、ごめんなさいね。あ、眩しい、結構雨がね、動画で見てても、あ、ここで合流するんだね。あー、おい、ちょっと待って、めちゃんこ遅いんだけど。あー、こういう感覚で左方向ですやってたのかな。あ、でも違うね、これ多分ピンポイント出てるかもわかんないね。あの一角だけっていう言い方したのしましたけど、はい、正面の明かりついてるところ、いや、もうちょっと向こうだね。さあ、これ私帰れるのかな。あ、これ今ここです。いや、もうちょっと奥かな。あ、ここですね。今何もないですけど、左方向です。いや、曲がれないでしょ。曲がれるの。あ、これこれ、あ、ここ、これでも人の敷地のような気がするんですけどね。あ、違うか、ここの左の一角ってなってますね。 U ターンするために入ろうか。あ、この正面って言ってます、グーグル先生は。この正面って言ってますね。分岐を左方向です、その先、目的地は左側です。いや、無理でしょ、人住んでるし。とりあえずちょっと抜けていきましょう。今対向車が来たら最悪だからね。あ、あの一角だったのかな。でも言われてみたら分かる気がしますね。言われてみたらちょっと分かる気がしました。というのも、私あのアパレル関係で仕事、アパレル関係に出入りしてたことがあるんで、あのなんとなくあんな雰囲気あるんですよ。まあ適当なこと言ってるかもしれないですけどね、全然違うのかもしれないですけど、なんかね、あのアパレルって、うちの母上もね、ミシンをずっと踏んでまして、私が子供の時からもミシンやってたんですけど、ほんとね、あのアパレル の, その元請けさんとかね、ほんとちょっとしたら普通の民家なんですよね。普通の民家で、あの、あ、でもちょっと出ていきましょうか、怪しまれたら。あ、でもいいか、普通の民家でね、あのなんかちょっと民家をね、増築したようなところに機械入れたりとか、ほんとね、私のうちの裏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 のぐらいが普通の民家でね、民家の1階全部ぶち抜いて、むっちゃでっかい機械入ってたんですよ。
織り機かな。うちの母君は、あの、工業用のミシンを2台。それでもうち2台入ってましたもんね。結構なミシンが2台入って、工業のミシンですからね。入ってまして、あれでしたけど。ねえ、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。どこ行きゃいいんだろう。とりあえずね、今私がどこにいるのかわかんないんですよね。ちょっとね、ちょっと外しましょうか。よいしょ、今何分ですか？あ、もう20分やってんね。ちょっと待って、今ね。乗り、あ、ごめんなさい。軽井沢。うん。何？あ、軽井沢町。駅ないの？中軽井沢。中軽井沢の駅行きましょうか。あ、私鉄あるのここ。あ、これ新幹線？信濃湯分。わかんないや。この中軽井沢に向かいましょう。とりあえずね。何キロあんの？南に進みます。え、95キロしかないのこっから。え、そんな近いの？あらー。前ね、昔に友人とね、ツーリングで軽井沢行ったことあるんですけども。そうなのね。ちょっと今これね、固定しちゃってるんで。じゃあ、とりあえずね、そっちに向かって道の駅でもあれば、もう雨降ってんでね、キャンプ場なんか絶対無理です。というわけで、じゃあ、行きたいと思いますので、次は多分ね、野営場というか、泊まるところになったら、またすると思います。はい、あちらでした。ちょっと言ってみました。